おはようございます。最近感染者数がまあ300人近くになってるわけですが、まあ、僕はそのニュースとかを見て、まあ、一瞬は驚くわけですよ。もう300いくやんって。確か290人ぐらいですね、東京都は。で思ったんですよ。調べたんですよ。調べてみると、まあ、PCR 数も増えてるんですね。だから増えるのは当たり前なんじゃないかと思いましたね。だもし例えると、もし1000人中100人 PCR してするのと1000人中500人 PCR するんだったら、絶対後者の方が陽性者に、感染者に当たる可能性は上がるわけじゃないですか。実際無症状でそこら辺に出歩いてる陽性者数、陽性者もいるわけですよ。感染してるのに自分で気づいてない人もいるわけです。まあ、だから本当だったらもっとテレビで報道されてる数字より大きい可能性もあるわけですよ。だからあの表示されてる数字はまあ、目安っていうか、まあ大体ですね。あれは確実ではないんですよ。だからニュースとか見て、あの感染者数だけの数字を載せるんじゃなくて、一緒に PCR 数、検査数も載せてもらえると分かりやすくて、あの万人にもね、理解できるんじゃないかなと思いますね。あのうん、だそのだ数字だけ見るのはやめて、ちゃんと脳内で感染者数、 PCR 数も増えたから、まあそれは増えるんじゃないかな、 PCR 数が増えたから増えたんじゃないかなってちょっと思った方がいいと思いますね。あの俺の親とか300人とか言ってめっちゃ騒いでましたけど、あれは良くない例です。だから騒ぐ必要はあまりないよということですね。さよなら。